ワールドシリーズが終了し、オフシーズンに突入しているメジャーリーグ。今オフの移籍市場の主役となるのは、もちろんエンゼルスから FA となった大谷翔平である。9月に自身2度目となる右肘の手術を受け、二刀流の再開は2025年シーズンからとなる見込みだが、MLB 公式サイトのマーク・フェインサンド記者は、攻撃力だけでも FA 市場の目玉であり、前例のない契約に値すると高い評価を与えている。フェインサンド記者は大谷翔平に関する特集記事の中で、移籍先候補として8チームをリストアップした。再契約を目指すエンゼルスは、ペリー・ミナシアン GM が大谷翔平との再契約は今オフの最優先事項だと発言。しかし、フェインサンド記者はロースターに穴が多すぎる状況で、大谷翔平を引き止めるための出費をする余裕はあるのかとエンゼルスが大谷翔平との再契約を目指す動きを疑問視する。そして、唯一確実なのは、エンゼルスが大谷翔平に対してクオリファイングオファーを提示することだとしている。移籍先の最有力候補に挙げられることが多いのがドジャースだ。ペインサンド記者は、昨オフのドジャースは控えめな FA 補強に終始した。これは今オフに大谷翔平を獲得するためだと考えられていると指摘。すでにムーキー・ベッツとフレディ・フリーマンがいるドジャース打線に大谷翔平が加われば、とんでもないことになるだろうと史上最強になり得る上位打線の形成に期待を寄せた。ジャイアンツについては、アーロン・ジャッジの獲得に失敗し、カルロス・コレアとの契約を見送ったジャイアンツが待望のスーパースターとして大谷翔平の獲得に乗り出しても不思議ではない。ドジャースの戦力アップを阻止する動きにもなるだろう、と述べている。マリナーズについては今夏のオールスターゲームで地元ファンからの大歓声があったことを紹介。フリオ・ロドリゲス、ルイス・カスティーヨ、ロビー・レイ、J.P. クロフォードの4人で年俸8000万ドルが固まっているが、マリナーズが大谷翔平に全力投球する可能性はないとは言い切れない、とした。メッツについてはスティーブ・コーエンオーナーが山本由伸の獲得を熱望していることを紹介。その一方で、大谷翔平が西海岸のチームを希望しているかどうかは不明だが、メッツが獲得に乗り出した場合、公園オーナーを上回る条件を提示できるチームが現れるとは考えにくい、と述べた。年俸総額の削減に動くことが報じられているパドレスについては、近年最もアグレッシブなチームの一つであり、J. プレラー編成本部長が何も行動を起こさないとは考えにくい。望みは薄いが、フアン・ソトをトレードして大谷翔平の獲得に乗り出す可能性を排除することはできない。プレラー率いるパドレスにはどんな可能性もある、とした。球団史上初のワールドシリーズ制覇を成し遂げたレンジャーズも移籍先候補の一つに挙げられている。フェインサンド記者は、悲願の世界一を成し遂げたことで大谷翔平を獲得する必要性は下がったかもしれないが、大谷翔平を獲得すれば、21世紀初のワールドシリーズ連覇の有力候補になるだろう、としている。レッドソックスについては、チーム OB の殿堂入り投手ペドロ・マルティネスが大谷翔平を高く評価していることを紹介。ただし、新しくチーフベースボールオフィサーに就任したクレイグ・ブレスローは投手の補強を最優先に考えている。大谷翔平は2025年まで投げられないと右肘の手術を受けた大谷翔平が現在のレッドソックスのニーズに合致しないことを指摘した。FA 市場における大谷翔平の評価には、やはり右肘の手術が大きく影響している。2024年シーズンに投げられないだけでなく、2025年以降に元通りのピッチャーになる保証もないからだ。とはいえ、打者としての実力だけを見ても、昨オフにヤンキースと9年3億6000万ドルで再契約したジャッジと同等のものを持っている。ここに投手としての価値を加えれば、ジャッジをはるかに上回る超大型契約を手にすることは間違いないだろう。一方で、二刀流復活後に再び FA となるために、大谷翔平サイドが2から3年の短期契約を望む可能性も残されている。移籍先を決める上で、大谷翔平自身が何を最優先に考えるのか。長期契約を望むのか。今回は短期契約で済ませようとするのか。
大谷翔平自身の考えは、現時点ではこうになっておらず、エンゼルス以外との交渉が解禁された後、大谷翔平サイドがどんな動きを見せるのか大きな注目が集まっている。FA 大谷翔平の契約総額4億ドルは超えても5億は、来季は投手が見込めず米式社が予想。USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は5日、日本時間6日、FA となるエンゼルス大谷翔平投手について、契約総額が史上最高になるが、4億ドル、約600億円を超えても5億ドル、約750億円は必ずしも超えないと予想した。投手としての復帰が25年になるためで、これまで米メディアの予想では5億ドルを超えることが一般的だった。移籍先については、ドジャースを最有力に挙げ、数人の GM がヘイワードとストローマンの契約から解放されるカブスを対抗馬としていると指摘した。ヤンキース、メッツ、ブルージェイズ、ジャイアンツ、マリナーズ、パドレス、レンジャーズも獲得に乗り出すだろうとした。ただし、快適に過ごせるエンゼルスに残留する可能性もあるとした。移籍先の決定時期については、代理人のバレロは急ぐつもりがないとし、12月を見込んだ。